はい、どうも皆さん、こんにちは。エゼッこです。それでは今回なんですけども、ユニクロペイサービス開始2月には、ユニクロと PayPay10% ペペ還元もということで、今回は新しいスマホ決済サービス、その名もユニクロペイについて、そしてユニクロに関する PayPay ペペのキャンペーンについて2つに分けてですね、サクッとお伝えしていこうかなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、まずはこちらからですね、ユニクロペイサッとかざしてパッと買い物、ユニクロペイ始めましたということで、なんかほんと去年ぐらいかその前ぐらいかもう覚えてないんですけども、まあちらほらね、このユニクロペイが出てくるかもみたいな噂がされてたんですが、まあついに本日ですね、1月の19日よりサービスが開始しました。で、まあ実際にどんなものかですね、公式ページを見ながら一緒に見ていきましょう。で、そもそもこのユニクロペイとはということなんですけども、ここに出ております。ユニクロアプリが生まれ変わりました。待望のキャッシュレス 決済ツールユニクロペイが新登場お得なキャンペーンも続々ということでまあ、今見る限りは特にキャンペーンは出てなかったんですけどもあのユニクロのアプリがあると思うんですがこれをアップデートしたらこのユニクロペイに変わってました変わってたよりかは機能が追加されてたような感じでしたねこのユニクロペイなんですけども会員登録無料でできますユニクロペイは無料でご利用いただけますアプリ一つで快適なお買い物ぜひご体験くださいということですねまあ、気になるその支払い方法なんですけども好みの支払い 方法が選べるということなんですがユニクロペイでは銀行口座とクレジットカードをご登録可能どなたでもご安心してご利用いただけますということですねまあ、このバンクペイというものとクレジットカード払いまあこれをどちらかでまあ紐付けてそして決済をするというものになっております で、まあ、このユニクロペの、ま、魅力的なところといえば、ここかなと思いまして、ユニクロの会員証と、お支払いが一つになって、スピーディーということですね。会員証 QR コードをレジでスキャンするだけで、現金やクレジットカードを出す必要なく決済完了しますということで、まあ、おそらく予想なんですけども、まあ、このバーコードを提示したときに、まあ、その会員情報と支払いがサクッと一度にできるっていう感じなので、まあ、おそらくイメージとすると、ファミペイにその D ポイントカードとファインペイのバーコードが、ま、一緒になってるっていうのは、それにちょっと近いかなっていうふうに僕は思いました。で実際に このユニクロペイを始めようということで、ユニクロペイは簡単ステップですぐにご利用いただけますということですね。まあ、どんな画面遷移になるのかということで、画像が出ております。まず、ユニクロのアプリが既にインストールされている方は、まずアップデートを行って、ここの詳細登録っていうのが行います。 で、2番目にこのユニクロペイが出てくるので、SMS で認証していただきます。で、SMS 認証ができたら今度は支払い方法を登録するような画面が出てきます。ここでその口座払いに設定するか、クレジットカードというふうまあどこ、どちらかを設定すると。で、ここで、まあこの画面は銀行口座が出てるんですけども、それができたらこの一番右のような画面になるという感じですね。なので、まあ流れで言うと今度アップデートしてサクッと登録するという感じですかね。で、ちなみにそのまあ登録手順についてはなんか分かりやすい動画がありましたんで、これをまあクリックすれば動画が流れるんで、ぜひこちら こちらも参考にしてみてみくださいで、実際のまあ支払い方法ですね、ユニクロレジで使ってみようということで、まあユニクロのこのセルフレジですね、そのセルフレジの画面で決済方法を選択して、簡易書 QR コードをスキャンするだけでご利用可能ですということで、まあ、最近のね、ユニクロのレジは本当にまあ革命的というか、もうずっと言ってるんですけど、マジですごいです。 まずあの、セルフレジに行った時に、会員証お持ちですかって選ぶところがあるので、そこでまず1番、はいを選択すると。2番目にその QR コードをスキャンするということですね。で、3番目に商品をスキャンして、ユニクロペイを選択して、これでお買い物完了ということになります。なので、先ほどもお伝えしたように、おそらくまあ、一つのバーコードを提示するだけだとパパッと選ぶだけなので、何かこう、他の決済方法を選ぶとか、そういった手順が省けるというのがまあ、ちょっとした魅力的なとこかなという感じですかね。で、実際にこのご登録可能な決済サービスっていうことなんですけども、先ほどお伝えした銀行口座払い、 もしくはクレジットカード払いのこの二つの方法があるんですが、今出てるのはこの SNBC 三井住友銀行と三菱 UFJ 銀行、あとリスナー銀行、埼玉リスナー銀行、関西未来銀行という感じで、まあこれらの銀行が今現在では紐付けすることができるということになっております。なんかこれ、それこそファンペイと紐付けできる銀行がちょっと似てますよね。で、クレジットカード払いに関してはビザ、マスター、JCB、アメックス、これらがまあ紐付けることができるということになっております。 で、この FAQ のところに、まあ、ちょくちょくね、気になるところがあったので、ここもお伝えしたいと思うんですけども、QR コードを簡易証として使えますということで、はい、ご利用いただけますということですね。なので、まあ、一つの QR コード、バーコードで管理ができると。で、あと、ここも結構重要ですよね。まあ、利用する前にチャージなどが必要ですかって出てるんですけども、ご利用前のチャージは不要です。ご購入時に登録されてる支払い方法にて決済が行われますということですので、まあ、先ほどの銀行口座を設定してたら、決済した瞬間におそらく、そのままその銀行口座から引き落としがか,かるのかなというふうに思います。 なので、まあ、チャージタイプではなさそうですねなのでクレジットカードの場合はそのままクレジットカードを支払い方法に設定していたらそのままクレジットカードに、まあ、請求が入るっていうような感じなのかなというふうに思いますであとここも重要ですねどのようなセキュリティ対策がされていますかということでまず一つ目サービス登録時に二要素認証 SM 認証一台のスマートフォンからのみログインできる仕組みを採用ということですねこれ初めて見ましたね二要,要素 2, 2要素認証っていうんですかね分かんないですけども二、まあ、段階認証にちょっと近いもの になるんで、すかねでさらに、クレジットカード、銀行口座、紐付けには、二要素認証、3D セキュア、ワンタイムパスタなどが必須ということで。なので、まあ、セキュリティ面もかなり万全な状態で使えるようにはされてますよということですね。で、もう一つですね、ちょっと僕が気になることを一個お伝えしておきたいんですが、この動画で、まずユニクロペンについてお伝えはしてるんですけども、この部分ですね、お得なキャンペーンも続々ということで、まだちょっと正直、などんなことが起きるか僕には予想はつかないんですが、まあ、キャンペーンは出ることは今、この時点では、なんかそんなことを匂わせてるような状況 だと思うんですが ま、これまでね、今いろんなサービスが開始した後同時に、少し経ってからこうキャンペーンとかが開催されることがあったりするので、まあ、とりあえずま、アプリのアップデートぐらいはいいと思うんですけども、まあ、いろんな情報の登録は一旦ちょっと我慢した方がいいかなと思います。もしかすると、ユニクロって登録記念とか、まあ、そういったキャンペーンとかもあるかなとは思うので、とりあえずま、アップデートぐらいで我慢しておくぐらいがいいかなというふうに思います。わかんないですよ、これに関しては。ちなみに僕自身なんですけども、もろもろやっぱ先走っちゃったので、いい感じに、ここの4番目まで では行いましたまだ銀行口座とかはクレジットカードは設定してないんですけども4番目でとりあえず止まってますなのでねもし登録などする際も含めてですねもし行う際は自己責任でお願いします以上がユニクロペイについてでしたで続きましてこのユニクロとペイペイのキャンペーンが開催が発表されましたこちらユニクロで最大10%戻ってくるキャンペーンということですねまあ、ちょっと不思議な感じですよねユニクロペイのサービスが開始したさらに2月にペイペイのキャンペーンが開催されるっていう で、詳細はこんな感じとなっております。まず期間なんですけども、2021年の2月の15日から2021年の2月の28日の2週間弱ぐらいのキャンペーンとなっております。で、対象店舗なんですけども、ユニクロの全店舗となっておりまして、ですけども、一部対象外の店舗もあったりですとか、あとユニクロのオンラインストアは対象外となっておりますので、ここは気をつけてください。あと内容なんですけども、Yahoo! プレミアム会員、そしてソフトバンク、Y モバイルユーザー限定と今回なっておりまして、そこから最大10% 10還元を受けるることとができるとなのでこの3つの中の該当しない方に関しては対象外となっておりますのでここは 気をつけてください。まあ、正直ちょっとショックなところでありますね。皆さんが対象ではないということになるんで、もし参加される際はここは気をつけてください。で、次にその支払い方法なんですけども、PayPay 残高で支払うか、もしくは Yahoo Japan カード、あと後払いで決済したら、還元の対象ということになります。で、これ個人的なおすすめの支払い方法なんですけども、ソフトバンクとか、もしくはワインボバイルユーザーの方はですね、まとめて支払いっていう方法があるので、これであれば、ポイントとかのま、二重取りができますんで、もしそのまとめて支払いのことについて知りたいという方が いいららららっっしゃいましゃままたここちちの動画一応こちらもリンク貼っておきますんで、ぜひ参考にしていいただければと思いますでこのキャンペーンの上限なんですけども、1回に5000円、そして期間中トータルで1万円までが付与上限となっております。なので、まあ単純計算で10%還元なので、1回に5万円を決済したら1回の付与上限の5000円に到達して、期間中にトータルで10万円まで利用したら1万円まで付与されるということになります。 ま正直、ユニクロ結構安いので、そんなにこんな高,高額なこと行くことはほとんどないとは思うんですけども、とりあえず、まこれぐらいが目安ですよということで覚えておいてください。で、付与される日程なんですけども、支払い日の翌日から帰算して30日後ということですね。まあ、おそらくですね、まあ、この2月あたりぐらいに、また僕がまとめ動画とかも含めて、改めて詳細が発表されたら動画にしてお伝えしようかなというふうに思っております。まあそんなこんなで今回は、新しいスマホ掲載サービスユニクロペイ、そしてペイペイとユニクロのキャンペーンについて簡単ではあり ましたけどもお伝えさせていただきました。 ま、今回ね、このユニクロペイで重要となるのは、先ほどもお伝えしたように、今後のキャンペーンにちょっと期待をしたいところではありますね。まあ、せめてね、何百円引きのクーポンが出たりとか、ま、せめてこう、千円分のクーポンとか出たら結構嬉しいなというふうに思っております。まあ、おそらく、ま、この新たなペイが出てくることによって、またいろんなご意見があるかなと思いますんで、ま、それも含めてぜひコメントも書いていただければなと思います。そして、あと先ほどもお伝えしたように、ま、とりあえず登録などはしない方がいいのかなというふうに思います。まあ、僕自身は、ま、途中まで登録して、 したので、まあいい感じの人柱候補にはなったんですけどももしこの動画見られている方はとりあえずあ、ユニクロペイというのがあるんだなみたいなことがあってもしまたキャンペーンとか開催されれば僕の SNS ですね、Twitter とか、まあ、もしくはまあ YouTube あたりでまた動画にしてお伝えしようかなという風に思っておりますで、今回お伝えしたねユニクロペイに関しての公式のリンクそしてペイペイとユニクロのキャンペーンについてのリンクも下の概要欄にリンク貼ってますんで詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました